はようございます、三枝心です。今日はじゃん、最新クラブ、この間発表会にも行ってきましたが、ズン、エピックフラッシュをお借りしてきました。これが噂のですね、噂の AI 搭載のフェイスになっています。今分厚さは今のところ分かりません、あんま分かんないかな、触った感じとか分かんないですね。これはね、レディースのね L シャフトで、ロフトが12度になってますね。打ってみないと何とも言えませんが、今日はこのクラブを試打してみたいと思います。まあ、何ホールか打ってみてちょっと感想とか言えたらなと思うんで、打感とか高さとか、まあ、皆さんプロの方は、まあ、上がると、で初速が速くてなおかつこう伸び続けるみたいなこと言われてたので、そういうのが私でも実感できるのかというのを検証したいと思います。お願いします。お願いします。人工知能ドライバー、しっかりしてる。そう、レディースとはちょっと思えないかも。わあ、すごい、ちょっと待って、待って、なんか全然違う自分のと。すごいなんか出だしが違いますね。ちょっともう一回打って。ちょっと今のを加味して、もう一回。なんか もっと右だな、右に振ってた方がいい。こいつ絶対帰ってくる多分、でも耐えてる感じがする。あ、バンカーっぽい。行ってみよう。なんか全然違うかも、出だしが。初速がピュッ、でも初速が速いのがなんか売りって言ってたんで、ちょっとね、様子を見て。ビッグフラッシュ、これは勝手に戻ってくる。いや、初速やっぱ全然違うかも。違うかも。でもやっぱフェイス分厚いのはでも自分で打って分かりません、分かりません今のとこどうなんだ。なんかでもバインってなんかこうグニョンみたいな感じはすごいするかも。でもそれシャフトで感じてんのかヘッドで感じてるのかまでは自分の技術がそこまでないから。エピックフラッシュ飛んでます。あの旗まであとちょっぴりでした。なんか自分のクラブより飛んでる、てか私でもいつも言ってるよね、自分のクラブより飛んでる気がするって。新しいクラブ打つたびに皆さん信用は自分で打ってみてください。 AI がね、ちょっともう一回打ってみてね、もうちょっとこうフェイスの感じとか感じたいんです。来ました。行ってみよう。すごいカス。なんか前はこういう変なところに当たったら超変なボールしか出なかったのに、今ここに当たったのに普通に飛んでくれた。ちょっとすごいかも。なんか修正力があるかもしれないこの子。前のエピックはね、なんかね変なところに当たるとねビビョンとかなんかシャーとかね出てたんですけど、フラッシュちょっとすごいかもよ。
ッシュ。いいね。お疲れ様でした。今日このエピックフラッシュね、これ本当に AI で作ったフェイス。フェイスはでも本当に弾きが良くて、私のドライバーより全然その出ていく初速が早かったですね。でなんかこう、なんかこうギュンっていう、こうなんか一回沈み込むみたいな、こうマインみたいな反発もちょっと感じれたので、ちょっとこのシャフトが少しこう L で柔らかかったので、ちょっと当たり負けしてたんですけど、振った時にもうちょっとこう硬いシャフトだったらもっと伸びたんじゃないかなって、もっと初速もいってたんじゃないかなっていうのが私の今日の打った感想ですね。でも本当に前みたいにこの当たり位置がこのなんか2本のバーの外側にずれても、なんか飛距離がそんな落ちることもなく、ドロップすることもなく、そこが結構今回の発見というか良かった点だなと思います。フラッシュ黄色が入りましたね。皆さんもぜひシダクラブなどもやってると思うので打ってみてください。